耳かきについた綿を乳首とか、うん、そういう体にこうコチョコチョして快感を味わうみたいな、うん、あのふわふわのやつ、あ、ふわふわの綿のやつをこうチョ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 っていうこうやる人がいた。独居房じゃなくてもする人がいるってことですか？あ、全然やってますよ。布団の中でもごもごこう触ったり、あとは押し入れ、栃木の刑務所は押し入れがある部屋があるんですけど、その雑居で、はい、そこにあのカップルが中に入って、で私式典役なんですよ。式典、式典見張り役、見張りで前回と同じになっちゃうけど、まあ、ズズズってこう来たらこう見張りして、刑務官来たらズズズって言ったらお尻からバッて出るっていう、愛して、そうそうそう、はい、っていう風に愛し合ってる子たちもいましたよ。雨宮さんの時もズズズでした？私はあの拘置所にいる時に累犯の人からズーズーって言うんだよみたいな、口の動きが分かんないんでこうズーズーっていうので合図するんだよって言われたんですけど、私が入った旧工場っていうところは全員初犯の工場だったの、うん、だから意外とそういうのがなくて、その文化を知らない人、そうだから普通にこうとかって咳払いしてました。あ、なるほどなるほど。あとやっぱこれも累犯の、累犯の拘置所にいる時に累犯の人から聞いたんですけど、歯磨き粉をあそこにつけると気持ちいいよって教えてもらって、スースーし痛そうよね、痛そう、スースーしすぎる。で私言われて、うん、なんかその時に拘置所でちょっとつけてみみたいな、お、でなんか断れない、お前つけてみっつって、でまあ分かったっつって、でトイレ部屋の中にあったんですけど、うん、ちょっとつけてみたんですけど、いやーと思って。 YouTube で見られるのはここまで。アベマなら銭イタチを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはこのボタンをクリック。